車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回は日本を飛び出し中国にやってまいりました。実はですね、ここ中国、今北京なんですけども、北京にボンドがあるの皆さんご存知でしょうか？知らないですよね。僕も初めて来ました。実はボンド支店が北京にございます。というわけで今回ボンドチャンネル初紹介でこちらの店舗の様子をお届けしたいと思います。今なんか白いのが待ってる。これなんか北京だけじゃないと思うんですけど、なんか綿毛みたいななのでそれは気にしないでください。というわけで中の様子をじっくりお伝えしたいと思います。それでは早速ショールームに入りまして中の様子をお伝えしたいと思います。今回このボンド北京を案内してくれる店長のリョウさんです。ボンド北京のリョウです。はい、よろしくお願いします。でリョウさんが何者かについてはちょっと後で、一旦置いときます。というわけで先にお店の中をどんな感じかお伝えしたいと思います。でまず入り口から入って、ここがショールームなんですね。そうですね。でこんな感じでテックアートの代理店、そうですね、ディーラーもやってたりとか。テックアート一応中国では3ディーラーがいて、ボンド北京はその北地方のディーラーです。あ、そうなんですね。そうですね。上海にも1ディーラー、それと広州も1ディーラーいます。というわけでこういったボンドで取り扱っているものと同じものが、はい、北京でも取り扱っているんです。で他にもいろいろ商品が結構細かいものからエアロパーツとかタイヤホイールまで、そうですね、幅広くやってる感じですね。そうですね、はいはい、そしてこんな感じでご覧ください。こちらお客様のお車ということなんですけど、すね、なんとピスタがこんな感じでドーンとお預かりしてる感じですか、はい、そうですそしてあと他にも奥にはマンソリーのホイールの展示があったりだとか、はい、あと小物で、あとはその他ミニの入庫が結構多いみたい で、ね、はい、ミニのパーツだったりもしこたま置いてあると、はい、そうです。すごいですね、在庫の量が。そうですね、ミニのあらゆる商品は一応かき集めてる感じですね。なるほど、はい、そして応接室が。そうですね、応接室。あれトロフィーってあれ何のやつですか？最初うち そのパートナーさんが、この店立ち上げる時はサーキットが好きでいろんなレースに出ちゃったんですよ。あ、いろんなレースのトロフィーなんですか？そうです、いろんなトロフィーを取ってます、というわけでこんな感じのショールームになっております。そしてこの後ピットの方も行ってみましょう。ピットでかくないですかこれ？これ結構でかいんですよ。でかいですよねというわけでその広々したピットにこんな感じで、今これ全部お客様の車？そうです、半分はお客さんの車で半分はうちのこのオーナーさんの車でございます。というわけでこんな感じにギチギチに車が詰まっております。でこっちの前にこっちにもなんとスペースがあって、はい、これなんか洗車できるように。そうです、ここは洗車なってるということで、はい、開けてみましょう。めちゃくちゃいいじゃないですか。そうですね、これは一応 GR86 は日本のアーチャンさんのボディキットを組んでいただいてるんで、はい、あ、なるほど、アーティシャンのパーツもやってるということで。そうですね、こんな感じでエアロキットを組んだ86が、じゃあここでこの磨きの作業だったりもできちゃう？できます。というわけでだってボンド日本でもボディぐらいしかないですよこのスペース、ね、というわけでこんな設備も入ってると、はい、そしてこっち行きましょうか。はい、こっち来てください。ファクトリーの方はこんな感じでもうめちゃくちゃ作業してるじゃないですか。そうですね、フェラーリの599で、なんか先ほどリョウさんに話を聞いたらこのぐらいの年式のフェラーリが今入庫は結構多い。そうですね、で結局年数結構経ってるんで430から599そういうニーズが結構多いです。リフレッシュしたりのニーズが多い。そうです、そうです。でやっぱり現行の車も、はい、街中あるみたいな、そんなにあんまりこう見せびらかすというか。そうですよね、812とか現行の車はちょっと少ないですね。もうちょっと来てほしいんですけどあんまり改造したりとかってあんまりなく、ね、この辺の年式のリフレッシュだったり、あとなんか最近オートマをマニュアルにするそういうハードなカスタムもしてるそうです。結構それはそうですね、お題抱いてるんで。というわけでこんな感じでバラバラに、はい、すごいですねこれ。そうです、もっとカラフルな車もあるんでというわけでこんな感じでこの辺なんかもそういった作業だと思うんですけど、はい、しっかり入ってると、はい、これ日本まだあんまりこれはないっすね。そうですね、はい、はい、リフレッシュしたりだとか。そして奥にはなんと35GTR のゴリゴリにチューニングした車が入ってたりとかそうですね、これ何馬力でしたっけ？1500馬力ですこれエンジンチューンと、そしてタイヤが、はい、もうドラッグ仕様じゃないですか。そうです、本当になんか04そうですやる車なんですよ。そうです、04に出ます。というわけでこの辺があったりだとか、そして奥には国産のチューニングカーとか、あと絶賛レストアナウナー、はい、これは430ですか？430です。それ見に行きましょう。これすごくないですか？何もない状況ですね。だからこれ全部フルレストアというか、そうです、フルリフレッシュ中。そうです。というわけでこんな感じで
ボディはオールペンします。エンジンも下ろして、内装もなんと全部なくなっちゃう。この辺の作業ができちゃうんですね。そうですね、はい、でも委託でいろいろやってる部分もあるので、でもできちゃいます。なるほど。中国でもここまでできるショップってあんまりないですよね。少ないですね。僕が知ってる限りは多分1店舗2店舗ぐらいはやってますね、専門で。で、フェラーリディーラーに出さないっていうのはやっぱりちょっと高かったりとか、はい、そういうことがあるんで。そうですね。なるほど。でアフターでこういったことをするケースが多いみたいです、はい、そしてこちらには国産車が今パーツをちょうどつけてるのかな。そうですね。こんな感じでメカニックがいて作業をしております。そしてこれだけ激しい整備だったりカスタマイズができるということで、こういったエンジン下ろしのスペース、エンジン組んだりする部屋もあるみたいで。あ、スープラが。そうですね。で聞いたらなんかスープラめちゃくちゃ高いんです。中国で高いです。最初出た時はプレミア金みたいについてるので、確か1,500〜1,600万ぐらいはします。本当ですか。全部。そうなんです。この車でも結構いじったりするということ で、 そうです。こういった車も入ってると。で奥にはなんかフェラーリの下ろしたエンジンがあったりとか、はい、めちゃくちゃハードカスタムじゃないですか。というわけでこんな感じになってると。そして、はい、とっておきの部屋があるということで、はい、この後見に行きましょう、はい、さあ続いて紹介したいのはこの部屋なんですけど、その前にもうピスタじゃないや、スペチも普通に止まってる。スペチャル預かりの車がすごいですね。 そうです。そしてこれあの本当にあんまり、そうですね、お見せできない、まずいんで本当に一瞬、ね、なんとこんな車も、あーもうダメです。そうですね、もうダメ、すいません、はい、こんな車も入ってるということで、すごいっすね、ラインナップが。そして他にもこちらカバーがかかった、はい、これシビックの昔の EJ1 ですね。 EJ1 ですよね、はい、こういったのがあって、その奥には S2000。 そうです。でこれがなんか中国で非常に有名な方の。そうですね、トップクラスの男優さんが持ってます、はあ、はい、もう中国人だったら誰でも知ってるような。そうです。多分知らない方いないんですね。というわけでそういったお車があったり、こんなピットになっております。さあそして外に回ってきまして、こちらがなんかボンド北京のデモカー。そうですね。ミニが結構入庫が多いということで、はい、実際デモカーもこんな感じで制作したと。で、はい、でこれが日本でもめちゃくちゃ有名な。そうですね、ミニのブランドデュエル AG になります。のパーツほぼ全部ついてますよね。そうですね、ほぼフルオプションです。エアロパーツに、あとタイヤホイールも。タイヤホイールは OZ ですね。ただしボンネットが、今までデュエルのボンネットを組んでるんですけど、ちょっと納期がかかる部分もあるので、客さんが待てられないのがあって、でうちのデモカーのボンネットを取っちゃったんです。今そう純正に戻ってます。あるあるですね。そうです。というわけでボンネットはノーマル。もともとはデュエルでした、ここ。なるほど。というわけでこんな感じのコンプリートになってる、はい、でこっちは、こっちはお客さんの車です。こっちお客様の車で、ビッグウィング つけていただいてるんで。あ、なるほど、はい、じゃあこれも今絶賛カスタム中なということ で、 で、ね、はい、こういった車も入ってると。結構あの、はい、日本でも見える車もあったりだとか。そうですね、全然見たことない車もあったりだとか、例えばこっちの、はい、ミニ EV ですね。これなんか結構中国で。そうですね、で安くて国民車みたいな感じなんで。なんかめちゃくちゃ安いんですよね、3万元だから60万円くらいですね。で本当に普段の足として。そうです、はい、これはどうしてですか、はい、これは。そうです。でこれは before、 これはアフターです、はい、というわけでそういった作業もやってるみたいです。さあというわけでこんな感じで非常に簡単ではあるんですけど、ボンド北京の様子をお伝えしました、はい、そしてですね、ここまで紹介してくれたこのりょうさん、はい、謎じゃないですか。謎ですね。いろいろ事情聴取したいと思います。そうですね、謎の人物です。りょうさん、まず日本語めちゃくちゃペラペラっすよ。いや全然、なんか忘れかけてます。そしてボンド北京の店長なんですけど、はい、あのずっと日本にいましたよね。2011年に入社して、そう3年就業して、2014年に北京に一人で来ました。でそこで立ち上げて、だん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 大きくなってって。そうですね、っていう感じですよね。だから最初は部品だけ。そうですね、販売してたのが、はい、こう今やこう。そうですね、今部品から少し整備も手伝ってる感じです。りょうさん、それ日本語ペラペラなの、なんでなんですか。僕もあんまり知らなかったんですけど。あ、僕、留学して日本で、はい、あ、そうなんですか。そうですね、なるほど、はい、そうですね、日本で2004年に日本に行って、はい、ちょ留学して、その後仕事をしてって感じですね。というわけでそのりょうさんなんですけど、中国の話もちょっと聞きたいんですけど、はい、中国って今どうなんですか。これうちに入ってくる車ってどういった車が多いんですか。今は正直、ちょっと趣味性の高い車が多いですよね。なるほど、はい、でいじる車、例えば、まあ、ミニだったり、少しスポーツカーみたいな、スープラだったり GR86 だったりとか、タイプ R だったりとか、
はい、そんな感じが多いですね。どういったものが売れてたりとか、どういう作業が多いですか。今先ほど言った車はやっぱりちょっとエアロパーツだったりホイール車高調だったりとか、うん、はい、その軽くいじる感じ、なるほど、はい、マフラーとかその辺が多いですね。チューナーものマンソリーとか、はい、ブラバスとかっていうのはあんまり、まあすごく売れた時期がありました前はですね。今も少し減ってる感じですね。でも時々ブログにも登場してきますよ ね、 そうですね、がっつりいじったのか、ウルスとか。そうです、はい、それもその 3,4 年前ですともっと多かったんで、今はちょっと減ってるんですよ ね、 ううな、すね、なるほど、はい、アメタンとかってどうなんですか。売りたいんですけど、はい、中国の事情でですね。あ、そういうことですね、はい、そうですね。はい、ちょっと、そう、はい、そのままできるっていうのはあるんで、大人の事情が。そうですよね、ちょっと売りたいんですけど、ちょっとその写真見てできちゃうっていうのもあるんで、はい、その客さんがそこまでの金かけないっていうのは。そうです、そういったのもある。そうです。ただ日本の結構ホイールは、そうですね、日本のがっちりしたそういう、結構まあそのレイズさんだったとか、うん、アドバンさんだったとか、そういうホイールは強度も良くて値段もある程度値頃ですし、その辺を売れますよね。なるほど、はい、さあそしてですね、動画の途中でもちょいちょい映ってたフィストっていうこのロゴ、はい、これがあのパートナーシップ、そうですね、結ばしてもらってる車屋さん、はい、車屋さんです、はい、ショップさんです。で元々はそちらの方で車の販売とか。そう、販売もちょっとだけやって、はい、でメインはチューニングショップでした。なるほど、はい、で今一緒にやらせてもらって、そうですね、はい、まあ、いろんな作業してると、はいはい、こんな感じです。あ、ちょっと話遡ってもいいですか。はい、で最初始めた時は本当に量産だけでやってたって。そうです。でちっちゃい事務所でしたっけ。そうです、ちっちゃい事務所でした、一人だけでした。 で部品を取り寄せてお客様に販売する。そうです、そうです。でそこから、はい、今は、はい、経理入れて6人です。3月の時は7人でしたけど、一人はちょっと諸事情で時間に変えたんで今6人になってます。なるほど、はい、でそこのパートナーシップ、そうですね、結ばしてもらってる、全然今いい感じで、地元出身の車好きな子が集まってる感じですね。で車いじれるようになって、そうです、でがっつりこう整備できるようになって、でそういった車がたくさん入庫するようになった、はい、なるほど、はい、日本人スタッフどうですか。日本人全然いいですよ人を来てくださいみたいな。労働ビザが行けるのかどうか、大丈夫です、就労ビザが行けるのか分かる。ちゃんと会社あるから申請すれば降りるんで、はい、あ、本当ですか、はい、じゃあぜひちょっとまあ、はい、ちょっと別になるんですけど、今年多分うちの社長にも言われて、はい、南地方でもう一個作ってくれって言われてるんですよ。そうなんですか。そうなんです。ボンドチャイナ2ですね、はい、釜山甲州あたりで。あ、そうなんですか。そうですね、そこで一回こう作ります。じゃあ、はい、ぜひあの車がいじりたくて中国赴任してもいいよっていう方はボンドチャンネルコメントいただけると、ぜひ来てください、はい、手配しますので、ぜひよろしくお願いします、はい、というわけで中国にもボンドありますんで、転勤になった方、移住される方、車が好きなだけいじれますんでご安心ください。そしてですね、この後面白い車があるみたいなんで、それ番外編としてお届けしたいと思いますんで、興味のある方ぜひ見てみてください。そしてボンドチャンネルのチャンネル登録で、最近あのチャンネル登録しないで見てる方が多いみたいなので、必ずチャンネル登録してください。あのつまらなかったらあの解除してもらっても構わないので、というわけでチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。さあここから番外編ということで、はい、あの止まってるこの EV 見ていいらしいんで見ていきたいと思います、はい、これがなんか本来はこの顔じゃないんですよね。この顔じゃないです。この顔にするキットを作って、はい、なんか販売してるところがあるということ で、はい、それを買ってきてつけたと、はい、そうです。でこれめちゃくちゃお金かかってるんですよね。そうです。開発ぐらい2億ぐらいかかったみたいです2億円かけてこれを作った。そうです。やべえっすねこれ、はい、というわけでこれ全部そっくり交換になってるんですか。そうです。でまあ EV だからこのデザインの自由度はあるじゃないですか、はい、ただいろいろやべえですそしてもっと中がびっくりなのが、これ中もうこれカスタマイズされてるんですか。そうです。でこれ動画の途中でも触れてましたけど60万円ぐらい、はい、ベース車は。そうです、はい、そしてこんな感じで中は総張り替え、クオリティはうーんっていう感じ。これダッシュボードに至ってはこれは隙間とかがそしてですね、もっとびっくりしたのが、ちょっとこれ僕乗りたいと思うんですけど、ペダルの位置これやばくないですか。わかります皆さん、あの僕こう座ってペダルがここなんですよ。だからほぼこうこれすごいっすね。そうですね。だからペダルが多分設計の時入ってないんですよね、位置が。多分後からつけてるんですよね
というわけでこの状態でさっきちょっと乗せてもらったんですけど、乗ると意外に普通。そうです、乗ると普通ですよ、うん、だからこういつも の車両紹介で乗って紹介してたとしたらもうありえないペダルの位置ですねって言ってるんですけど乗ると意外に全然乗れちゃう。だってブレーキペダルがセンターより右側ですからね。というわけでこんな感じで曲がして、はい、EV ということで、はい、エンジンかけないでそのまま。これさっきちょっと鳴らしてもらったんですけど、あの乗った感じも、はあ、そうですね、快適でしょ。全然快適快適あのめちゃくちゃいいかって言ったらもちろんそんなことないですけど、はい、普段の足だったら全然これでいいかなっていう、はい、だからこれがなんかもう出てくるってすごいなと思ったんです。だから本当にバカにできない。だから日本だったらできないじゃないですか、こんなチャレンジングで。とりあえずやってみよう、形にしようっていう、ね、はい、すごい決断が早いですね、うん、安全性とかまあちょっとそういうの一旦置いといてこれをなんか形にして出てくるってすごいなと思ったんです。だから、で結構モーターショーとかってそのなんかヨーロッパの車の真似のやつとか、はい、日本の車の真似してるやつとかが、はい、結構こうネタ的に紹介されてるケースって多いですけど、はい、そうです、とにかくこう作って出す、はい、形にする、そうです、そのバイタリティは、はい、本当にでもできない。そうですね、すごいと思ったっす。いっぱい産みますみたいなそしてそんな車がもう一台あるということで、はい、そっちも見に行きましょう、はい、続いて探検したいのはこちらの車あのさっき見てもらったのはもう一番低レンジの、はい、もう激安の半分ネタみたいな車なんですけど、今度紹介するのはハイフィー。ハイフィーです。これなんか前から見たら3号 GTR のなんか至るデザインみたいな、はい、でなんかさっき話聞いたらこの出た当時は中国製 EV の一番高額車両。そうです、最高ランクの車です。というわけでまず車がでかい、そして細かいこういうディテールもすごい、めちゃくちゃちゃんとしてるというか。そうですね、全然国産車とか欧州車と比べても遜色ない。そして驚きなのはこのタイヤ22インチ。でかでもちゃんと見るとこれミシュランなんですね。そうです、多分ですけどこれヨーロッパのそういうエンジニアリングというか、はい、技術入ってますよね。そうですね、デザイナーさんとか多分ヨーロッパから。なんかいろいろなんかその元 BMW とか、はい、あのアウディとかそういうとこから人が結構、はい、そういうところに入って車設計したり製造したりしてるということで、はい、そして今回これ中も見ていいってことで、はい、これ後ろもすごいなこれ。そうですね、ちょっとリョウさんじゃあ開けてもらっていいですか。はい、はい、開けます。リアもすげえどうぞみたいな。ロールスじゃないですか。どうぞ。しかもこの開くのも電動なんですね、はい、でこれ閉まるのも電動なんですね。そうです、ピーと押せれば閉まります。へえ、こんな感じです。そして皆さんお気づきでしょうか、このドアの外が光ってるすげえ。でもこれまあまあそのちょっと面白い要素もあるんですけど、まあ夜とか光ってちゃんと危なくないようにってことですよね。そうですね。へえ、はい、中見てみていいですか、はい、で中もめちゃくちゃちゃんとしてるんですよ。中もすごいおしゃれだし、 BM の匂いするんですよね。そうですね、なんか BM をちょっと彷彿するような感じですね。そうだからシートとかもBM の M のシートにめっちゃ似てる、このシフトのなんかこのクリスタルみたいなのとか。だからこれ質感がどこまで伝わるか分かんないけど、本当に欧州車と比べても全然見劣りしない。だからドアとかもレザーで、はい、でこのパンチングの中にイルミネーションが入ったりとか、天井は全部このガラスで、シートとかの作りもめちゃくちゃいい。これだから一番もう最上級というか当時一番高級だった EV で、質感めっちゃいいんですよ。重たいしちゃんと止まるし。そうですね、すげえ。で液晶がついてて、こんなの全然日本に情報入ってきてないんですよ。そうですね、この辺の質感とかめちゃいい。あ、開いた。そして外の転倒周りもいろいろ仕掛けがあるんですか、この車。そうですね。わ、わ、すごい、すげえ、すげえ、矢印出た。はあ、すごいこれ。わ、わ、わ、すごい。え、これじゃあ自動運転もこれあるでしょうね。はあ、全部車把握してるっすよ。じゃあせっかくなんで、はい、ちょっと外を一周してくれるっていうことで、はい、乗り心地のレビューもお届けしたいと思います。
でさっきも聞いたんですけど、中国ってなんかその曜日によって、そうです、北京はですね、あ、北京だけなんですか。地方によって違うんですけど、北京は、はい、曜日によって、制限があるんですよ。走れるナンバーと走れないナンバーがあるんですよ。昨日は3と7、今日は多分8と2。え、それ下一桁が？そうです。へえ、変わるんですよ。で、交通量というかその車の量を制限してる、減らすために。渋滞がすごいんで、しないですと、はあ、はい。でそれ違反すると罰金なんですよね。そうです罰金と点数。あ、点数か1年12点でしたっけ。そうです。え、12点なくなっちゃうとどうなるんですか。更新するの、免停になるんで。あ、免停になるんだ。へえ。あ、乗り味も全然いいですよね。もう全然いい、シャシーがしっかりしてるから。え、これめちゃくちゃしっかりしてますねえ、びっくりびっくり。ちなみに走ってるところはこんな感じ。はい。なんかここら辺ディーラー街なんですか。そうですね、バイクのディーラーがあったり、ちょうど出たところにあのポルシェのディーラーがあったりとか、ポルシェのディーラー、 BMW のディーラーあったり、うん、あ、ここハーレーじゃないですか。そうです。へ、フェラーリのディーラー、マセラリのディーラーもここに入ってる。あ、そうなんですか。はい、ボルボも入ってます。へえ、はい。あの助手席なんで、そのペダルフィールとかステアリングフィール分かんないけど、あの全然その車としてちょっと全然ダメダメじゃんって感じしないっす。しないです、しないです、うん、はい。本当になんか欧州車の EV 乗ってるぐらい、こうボディしっかりしてるし、足ちゃんと動いてる感あるっすね、これ。これすげえな。そうしよう、はあ。でこの室内、このディテールっすよ。はあ。あ、 BMBM ディーラーです、ね。はい、BM ディーラーがあったり、ここ AMG センター、AMG があったり、マクラーレンがあったり。はい。へえ。もうディーラー勢ぞろいじゃないですか。そうですね。はい、市場の動画だって言ってるのに、この北京のディーラー街をお届けする動画になってるけど、あ、奥には BYD があったり、ランドローバーがあったり。そうですね。だ、結構中国の EV って未知のところだと思うんですよ、日本人からしたら。はい、そうでしょうね。うん。日本に入ってないですね。そう、ここはちょフェラーリとマセラティのディーラーですね。で特になんかそういうちょっとそのコピーじゃないけど、そのヨーロッパ車とか日本車マネタのばっかり、なんかその面白おかしく伝えられてることが多いですけど、こういうちゃんとお金かけてというか、そういう資本とか技術が入ってるこういう車もあると。そうですね、本当に軽くカルチャーショックっす僕これはすごいわ。初めて来た日本人たちはよくそうですね、うん、カルチャーショックをおっしゃるんですよね。びっくりしますよね。そうですね、やっぱ日本と全然違うところあるので。これがだって出てくるんですもんね。そうですね、今バイクって言っても、まあ、結構高級バイクが多くて、で前多分、自転車に乗ってる方たちが今電動自転車に乗り換えてる感じですね、はい、ああ、みたいですね。そうですね、はい。だからうち中国人スタッフいるじゃないですか、ヨーが、はい、あのちょっとその話したら、はい、土屋さん何言ってるんですかって、自転車乗ってるやつなんか今時いないですよって。そうですね、いないですね。みんなあの EV のバイクか EV の自転車ですよ。そうです、この制度でちゃんと駐車してる車も全部把握してる。で助手席乗った感じは、質感はもう全然見劣りしないというか変わんない、国産車とか欧州車と。むしろだってこの立て付けというかギシギシとかしないですもんね。はい、しないですよ。本当に作り込んでると思う。そう、めちゃくちゃしっかりしてんの。はい、下手したら本当に国産の安い車よっぽどしっかりしますよね。そうですね、それなりの値段もするんでまあまあまあ1000万円級ですから ね。へえ、ありがとうございます。はい、最後ちょっと若干オチがあるんですよね。はい、はい、そうですね、この車、このメーカー実は潰れましたもうなくなりましたそういうことだ。しかも最近。そうです。へえ、なんか聞いたらなんか中東の方の資本も入ったけど、去年のはちょっと難しかったんで、サウジアラビアの資本が入って半年ぐらいは維持できたんですけど、今年の正月明けに初めての稼働日にアナウンスされて、もう半年ぐらい操業停止みたいななんか全てが早いそうですけど、だから本当にこういうのが出てくるってすごいなって本当に思いました。はい、
だから本当にもしかしたらもしかするなっていう。そうなんですよ、チャンスあったのにみたいな。グローバルブランドとして出てきて本当に日本で見かける存在になってもおかしくないなって思いました、はい、ありがとうございます、はい、